はい、えー、皆さんこんばんは、えー、今日は、えー、11月25日の金曜日ですね、えー、日付が変わったんかな変わりました、はいえー、一眼動画についてのトーク75回目で、えー、やっていきたいと思います、えー、もう連日、えー、っと今ねもうずっとこうベテランベテランじゃないねな,なんていうんだ <laughs> レギュラーかレギュラーと化した、えー、宮下さんにねまた今夜もお越しいただきましたこんばんはこんばんは今日も張り切ってはい、はい、張り切って、まあ、短くね終わらせたいと はい短く楽しい話をねそうですねはいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい今日はねちょっとあの特にこれっていう話題があるかなないかなっていうところでこうずっと悩んでてねえうんでまあ C って言うんだったらうんここ最近ずっとあの機材の話に終始したんでうんシグマのなんかあと買ったよとかねそうですねでまあジンバルっていうのはまあ機材の話ですねうんなんかこう人の体の動き つまりその撮影者のねいわゆるそのスタビ歩きっていうところスタビ歩きねはいまあちょっとはたから見たらかっこ悪いものではあるんですけどもただまあジンバルを使ってる人はどうしてもね瞬間的に数秒とかでもそのモーションを取らなくちゃいけないような場面があってでまあそれはね機器の進歩で今なんか Z アキシスみたいなのが出てきて普通にどこどこ歩いてても。 滑らかなこう冬映像が撮れるとかね。あれすごいですよね。ああいうのがね将来的にねいろいろこう期待としてやっぱあるわけですよ。そうですね。僕もねあんなこうスタビ歩きみたいな不自然な動きをずっとやりたいっていうふうにはまあ思ってないわけで。ああそうですか。できればねそういうんか機会が解決してくれるんだったらスマートにスマートにね。 歩きたいですよねやっぱりもあんまりメカメカしいビヨンビヨンビヨンってなってるのはそれはそれで人目を引くからねそうねまあいろんなやっぱ葛藤とかそういうのがあってねまあとはいえやっぱり今この H2 とかクレーンも含めてやっぱ歩いたりとかする時でもですねやっぱまあそれなりの歩き方っていうのが必要になってくるわけでそうですねそこについて今日お話ができたらいいかなということを思って。いいいですねは えーどうしましょうそちらからちょっと何か話しましょうか、うん、えー、っとそうですねやっぱりこの練習、えー、うんうん練習が大事だなと思うんですよ、えー、でも練習する時ってその持ってる時だけ練習だとなかなか難しいんであれなんですよねあの人が見てない一人の時で歩いてる時の練習方法っていうのをね、うん 自分見つけたんですようえそれは別に室内とかも含めて室内だけだとやっぱ短いんでああ、うん、だから例えばまあ1 0ー,ーぐらいこう、はい、誰も見てないなと思った瞬間に1 0メーターぐらいタ <laughs> やってるんですか <laughs> いやそう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  ああ、なるほど。そうなんですよ。そう。あとね、その歩き方もそうなんだけど、歩いた時に自分の目線っていうのが。まあ、正面なり向いてるじゃないですか。はいはい。で、その時に、なんか、ほら、例えば、ガードレールのね、直線が。うん、こう、横を見た時に、円形とかざした時にアップダウンしてないかとか。そうそう。そういうの見たりとかしてるでしょう。そうそう。そこがやっぱ大事だなと思いましたね。自分の手を、こう、こう、こう、前にダーンと出して。はい。 で自分の,その指とそのフェンスとかガードレールに合わせて、ええはい、でこここれで揺れないような歩き方ああそれね外でやってるんですかそうそうそうだからスタビウォークプラス手を前に出してね <laughs> 外でああ<ー>まあでも,も誰も見てないな、うん、誰もいないなっていう時だけねエアートレーニングみたいな,なんかそういうことやってるんですかそうそうそうジンバルはないけど ジンバルはないけど何この人あんな吐き方して手前にしてってやってるんだやってますよなるほどえでもよっちゃん練習そういうのないんですかジンバル持ってない時の練習とか家でよくやりますねあいやていうか家でジンバルを振り回してよくこうあっちきこっちきしてるんでその時だけですねあああそこであのそうじゃ どうしたらこう,、うん、こうなんていうか揺れれないいいようにすればいいのかとかかなんかあんまりそういうの考えてなくてなもう体が染み,つい <laughs> 染み込ませるというか染みつかせるというかだからね最近、まあ、ちょっと思うのは、うんあのね、縦揺れつまり上下度、はいうん、上下のアップダウンね、うん、これはもうなんか別にあんまり良くて。 あうん、それよりも歩き方によってこの左右に揺れるじゃないですかこ左右に歩いてるとのし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 ってわかりますすそうですね、うん、完全に上下動がないとしてもこの左右にこう動いてるとスイングしてるとそれがやっぱり映像とか例えばうん,うんまあ看,看板というかなんか標識のポールが立ってたとして白いね 標、はい、標識識のの交通標識のポールが立っています、うんうん、でそこに目がけて、うん、スタビ歩きでカメラでこうずっと撮っていくでしょま、うん、っすぐゆっくり歩いていくと、うん、そしたらそのポールっていうのがもう一つの一直線縦に線じゃないですか、うん、で円形にこうかざしてね円形も似たような線があった時に、うん、その線と線がこう交差した時に、うん、左右左右ってこうずれていくのがわかるんですよ。 人間がやっぱり左右でシャッフルしながら歩いてるからねいかにスタビ歩きして上下動が解消されても左右の動きっていうのはやっぱりなかなかこう難しいだからタイルみたいなところでやる動画はつらいですよね。はっきり分かるからラインがねそういう時はどういうふうにしたらねその左右にぶれないのか。 あうん、のしのしこうぶれないのかっていうのも考えると、うん、その時思ったのはあなんかね歩き方としてはね、うん、綱渡りみたいなこう<ー>足を、うん、かかとを、うん、つま先、うんうん、右足のつま先に、うんうん、左足のかかとを持っていくっていう綱渡り的なこう<ー>歩き方。 まあそこで極端じゃないんだけどそういう感じの歩き方でやると左右にこうスイングするというような映像にはならないなっていうねあそうそういう気づきがあったりとかじゃあ例えばその時っていうのは歩く時にじゃあかかとはつけるつけないっていうのはじゃあ自分の中で決めて歩いてるそういうのもねんかね結構一つの緊急テーマでねそうでしょうん うん、そのつけ方つけてからどういうふうにこう体重移動するかとかね<ー>、うん、難しいのはねはい、はい、<coughs> スローの歩き方<ー>スローのスタビ歩きスローのうん。カップヌードルに日清<は>のカップヌードルに熱湯をもうなみなみと一番上まで注いで、うん、ちょっと動いただけでもう熱湯が手にかかる。<ー>ものすごい危機感を持って、うん ゆっくり歩かなくちゃいけない。その時っていうのは上下も。上下の動きも左右の動きも現金でちょっとでもこう揺れると全部こう。もうま火傷してしまうというね。<ー>うん、そういう状況で、もし歩くっていうイメージするんだったら、うんものすごい。ゆっくり歩くと思うんですよ。そうだよね。ゆっくり,ゆっくりで、うん、急に加速するとそれはそれでね。 感性というのかななんかそういうのでこうなんかこれてきたりとか等速でずっと左右上下ぶれなくゆっくりこう歩くうん、難しいですよすごく難しいよねそれ難しいですよそういう何深いところまで練習してんのもんかいや別に練習ってことないんだけどたまに考えるああなるほどゆっくり歩くには なんかね、うん、ある程度練習したらなんかできるような気がするんですよ。ああそう。あイメトイメトレみたいな感じで考えてこれだったらこうかなとかんあのこ,うこ,うこういうふうに歩いたらこぼれないかなみたいな脳みその中で考えるのそうです脳みそと、まあ、あとその家だったら家でこうゆっくり歩きながらね。ゆっくり歩くの難しいですよ。 うん、あ,はあなるほど早く歩くよりもゆっくりの方が実は揺れる、うん、右足をまず前に差し出して<ー>かかとがついてつま先がついてうん、うん、ですぐえ左足が前に送っていくんじゃなくて左足と右足が前後になってる状態でうん、うん、体重っていうのがぐーっとこう前に動いていく。<ー>うん、でえその後 左足を出していくわけですよ左足をぐっと出していく瞬間というのは一瞬減速するんですよ。ああそうだよね。高速じゃないんですよ。これよいしょって詰まるところがあるんですよね。詰まる。左足をぐっと持っていくときに右足が踏ん張って左足はこうね前に出ようとする。その時にねどうしても減速するんですよ。で左足を出し切って。 左足と右足ついた状態でまた体重移動する時はまた加速していくんですよ。でその加速と減速の繰り返しっていういわゆるその速度ムラがあるんですよね。ああ速度ムラね。その速度ムラが全くないぐらいにスーッとこうねスーッとゆっくり等速で歩いていくっていうのはすごく難しいんですよ。難しいよねスライダーみたいに。そう。ああそう難しい。 時速3キロ4キロとかで歩くのはとことか歩くのはあれは簡単ですわ。意外と速度っていう部分ではねゆっくり歩くのはとにかく速度ムラがあってスライダーショットをカメラを横に向けてゆっくり歩く時なんかはもうなんかグーッと加速してまた止まってぐーてこういうその速度ムラがやっぱりね綺麗じゃないんですよね。 そうだからえ短距離のスライダーショットはえカメラを左ジンバルを左の一番まあえ端から右端にゆっくりこう体を動かさずに手だけでこうスライドをさせるというねうそういうことをまあ好んでやるんですけど安定だからねやるんだけどでもやっぱりまあ2 3ー歩きたいという時あるじゃないですかうんそういう時にゆっくりこう歩くことっていうのはなかなか難しいですねうん僕にとっては。 うん、そういうのをもうなんか自由自在に、うん、まずあこういう送り出し方 体重のこういう移動のさせ方、うん、でこのなんか減速しがちなここの部分詰まる部分、うんうん、で詰まらないようにするにはここで左足をちょっとこうなんかひの部分こう抜いてやってやれば減速しないわっていうなんか発見があるとするじゃないですか、うん、ゴルフのストロークとかビリヤードのストロークじゃないけどあこれだっていうなんか気づきがあるとするじゃないですか,、うん、かそしたらそれをひたすらこう何回も繰り返して反復練習して、うん、でその後、えー、もういつの間にかね もう体に染み付いてゆっくり歩きっていうのがもうなんか無意識にできるようになるわけですよそうなったらもうなんか実践で多分役に立つんでしょうねああ<ー>、うん、まず最初にね研究から始まるんですよ、うん で、気づきがあって、で、反復練習、手癖でできる、まあ、足癖ですけど。そしたら、もう足癖できるんだったら、もう現場でもう普通に使ってますわ、きっと。ああ、なるほどね。ああ、そう。あるよね、そういうの、本当に、この、どういう、あの、この足の位置。はい。とか、角度とか。はい。それで、違うもんね、動きは。あだと思います。あの、ムーンウォークってあるでしょはい、はい、はい。あれもね。あれも一つの。そうですよね。 あれもだって習熟が必要じゃないですかいきなりできないですよねいきなりできないまず一個一個分解してここの時に左と右足を交差させるあこういうふうにすればなんか後ろに荒れてるようにこう見えるんだみたいなねそうだよねうんそれと一緒なんですよきっとね うんまあまあスタビアルキはかっこ悪いけどね<笑><笑>うん本当だね、うん、もう本当違和感満載だけど <laughs> うんね <え S 1> うんだからまあ決め打ちなんですよね、うん、あのーあ<ー>うん、ここで撮るっていう時に あの闇雲にずっとスタビ歩きしたらやっぱりなんかあの人ずーっと、ね、1 0 0ルぐらいずっとあっちからこっちまでずっと変な歩き方してるけど <laughs> 何あの人みたいな、うん、ことになりかねないんだけどで本当に多分、うん、このクリップ5秒欲しいとかっていうイメージが固まってたら、うん、普通にこうトことか歩いててブラブラ歩いてて、うん、あここだなって思った時にその数秒間だけ多分その歩き方するじゃないですか。うんあ もしくはもう左手からこうね止まってこう動かすとか手だけで動かすとかねだからまあ無駄が取れてくると多分そんなに目立たないと思うんですよね。唯一そのジンバルを持ってるっていうことが目立つだけであって。なん,かあんか海外で書いてあったのが忍者歩きって書いてあったねました忍者ウォークうん、うん、そんな感じでこう普通にこう歩いてるんだけどパッと忍者みたいに、うん スタビウォークをして5秒後には普通に歩くとそれをエレガントにやるっていうといいかもねエレガントにねそうですねまあ宮下さんはあれですわカップラーメン熱湯のカップラーメンちょっとこうなみなみと注いでで食う前に食う前にもう絶対失敗されないぐらいのねやけどするぞみたいなそういう状況にして自分を追い込んで。 なるほどああいやでもやっぱそうやってあのあれだねやっぱりよっちゃんでも練習とか意識はしますね意識とかやっぱりねスタビジンバルいじってるとね多分ねジンバル買ってある程度現場で撮ってる人っていうのは現場で失敗してあんか学校学クン入れてるわとかねそういうことを経験してる人はちょっとは意識するんですよね これ聞いてる方もね最近ジンバル買われたとかっていう方もね多分ちょっとんか実生活意識してる僕の例で言いましょうか僕最近まあ赤ちゃんがいるじゃないですか赤ちゃん抱っこして歩くでしょ赤ちゃん抱っこして歩くの歩いて喜ぶのは赤ちゃんの場合はまあこう上下度あった方がんかこう喜ぶ泣きやむんですよだけどまああえてね赤ちゃんがこうせやせや寝てる うん、うん、あんまりこう刺激与えたくない起こしたくないという時にうスタビ歩きで、うん、<う>上下動なしでこう、うん、赤ちゃん抱っこしてこうスタビ歩きするんですよほう、うん、病院の A 地点から B 地点までね なるほどーっとスタビ歩きするんですよ。<laughs> ちょっと練習兼ねてね。うんうん、ずーっとこう赤ちゃんがゆっさゆっさ揺れずにね。うん、ちょっとエレガントな <laughs> エレガントなんだからんだかわかんないけど、まあ、赤ちゃん抱っこしてたらねまだねスタビ歩きしててもそんなに違和感ないですよ多分、うん。なんかほら抱えてるっていうのがあるからうん、うん、ちょっと物を抱えてるから足がちょっと曲がっててもうんあなんかこう、うん、ちょっとね うん、大事そうにこう抱えて歩いてんだなっていう感じがするから。うん、はから見ても、そんなに多分ね、抱っこして歩くっていうのは。それがたとえ、スタビ歩きであっても、そんな違和感ないと思うんですよね。あ、優しいお父さんだな。うん、そう、っとね、こそってやってんだなっていう感じでね。見える。ねだからもう、赤ちゃん抱っこしてる時こそ、スタビ歩き練習できます。多分。あの公然とね。あ、本当だね。うん、ある意味ね。そう。 とかねそういう要は実生活でなんかちょっとしたところでそういうことを意識したりするんじゃないですか多分ジンバル手に入れてちゃんとやりたいっていう人はねなんかそういうのあると思いますよ僕だけじゃなくてねなんで揺れんだろうっていうふうになるもんね動画見てみたらねそうですねうんそういえばさよっちゃんのほらスタビの動画レビューのあるでしょあれさ 普通に歩いてる時にスタビ歩きしたらサって行くじゃないはいまさにそういう感じ普通に歩きながらここ撮影しようって言った時だけスタビ歩きああそうそうな感じあれすごいよねあれ僕のスタビ歩きって自分で言うのもなんだけどあのねかつてまああのアナログのねスタビライザースタディカムとかああいうのを使ってた 人がもう本当にあの後ろに腰をこう椅子にかけてるぐらいに落としてうん歩くというスタイルを見たことあるんですけどうんそれに比べたらだいぶなんかあのなんていうかなこう見栄え的にまだまだマシみたいなそういうなんか自分で思ってんだけどうんもっと深くなんか椅子に腰かけるような感じで腰をぐーっと後ろに落としてうん 膝曲げでピンと背を張ってで手を前に突き出してでこう持ってるという感じの歩き方もねまあんか見たことはあるんですけどビデオとかでね。だけどそこまで僕それ言ってないかなって僕は思ってんだけどあのスタビ歩きのんかあれをあれでもねすごいスッ ねあれ不思議な映像ですよねあれそうですかいやんかうんほ本当普通にねこうこう上下運動みたいな普通にこうあっていきなりそれがささあってうんうんうんんだろうなあれうん結局ああいうのが必要なんですよね足技というのかなんというかいや足技ねうん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 んかね僕ね ビリヤードやってたんでビリヤードってテイクバックからインパクトフォロースルーっていうね一連の動作があって9のグリップのところをまずまあ90度に近いような感じでこうねニュートラルにしておいてそこからいっぺんこうバックスイングでテイクバックするのね。 うん、テイクバックすると振り子運動をするから、えーうん、肘,肘から下っていうのは一旦水平レベルがこう一旦上に上がるんですよ。 うん、<ー>上に上がってまた、えー、このフォロースイングでインパクトに向けて、うんえー、高さの水平レベルがこう一旦落ちてインパクトに至って、うんうん、そこからずっとこう送り出して肘がこう落ちていくんですけども、うんうん、その時に球の送り出しっていうのは水平レベルをなるべく、うんえー、保ったままままっすぐこうフォローにスイングするのね。 という一連の動作があるんですけどそれをやる時にどうしてもね詰まる瞬間があるんですよ詰まるっていうのは肘が肘の高さっていうのが肘下と肘上っていうのがあって90度のところからぐっとこう前にフォロースイングしていく時に肘が肘の上が落ちていくんですけどもそこでぐっと詰まる瞬間があってそれもスタビーウォークでいうと。 左足右足左足右足ってこう送っていくときに、うん、うんどうしてもね、こう歩行がで詰まるときがあって。そこの詰まるときに、人間っていうのは、こうぐっとこうアップしようとするんですよ。ああ、うん、ははは。詰まるところ。みたいな感じ、後ろに。後ろというか、まあ、上にこう、うん、上に。うん、そう、そのまま、そのまま行くと、うん、そのまま自然に任せて、詰まりっていうのを。ええ、何。ええー、赴くままに。 うん、うん、力を逃がしてると上にこう跳ね上がるんですよ。うん、ああだから人間の歩行っていうのはポンポンピョンピョン,ピョンっていう感じでねこう上にこうカッポするような感じ。ああ うん、もう生き生きとカッポするような感じこれが一番、うん、まあ詰、うん、まらないというか詰まるっていうのは分かりますかね窮屈になるんですよ。うんうん、窮屈にならないためにカッポするような感じでこうグッとこう上に上がってこう歩いていくねカッポしていくのね<ー>これは自然なんですけど、うん、どっかでこう詰まりをこう与えてやるってことであ<ー>、うん、まあ上に行こうという、まあ、その体を、うん、頭なり、うん 体のレベルが上にいこうっていうのを詰まらせることで抑えてやるそうすると一種のあれでしょう関節止めっていうか関節技みたいなところをちょっと意識して上がんないようにねそううそそれはねどの瞬間かっていうと左足と右足もしくはその逆がぐっとこう苦労する時。 歩いててクロスするときに、うん、体重がぐーっとこう移動するんですその時に、まあ、さっきあの減速しやすいって言いましたよね減速しやすいしつまり速度ムラが出やすい、うん、しそのクロスする瞬間っていうのは詰まって上に逃げようとするんですよね。 詰まって上にグーッと行きたい<ー>でもそこを抑えるわけですよで抑えるからこそ減速するわけですよ<ー>、うん、なるほど、うん、だからそういうなんか相反するものがあるからそういうのを意識しながらこう多分歩いていく、うん、あんまり大股で歩くとねその詰まりというのが窮屈あーゾーンが大きくなるでパワーも抑えるパワーも大きくなるからだから小股で。 トコ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 って足をねひざを半曲げにしながらトコトコトコとって歩いていくといいんですよね。そうすると極力詰まりというね窮屈さっていうのはなしに上に逃げようとせずになおかつえ膝をずっと折ったまんまで屈伸伸ばさずに伸ばしきらずにカッ歩せずにスタビウォークができると。 うん、小股で歩くでジンバルはまあ前方にねなるべく体の芯から、うん、こう離していくっていうのも一つですね<ー>、うん、そうそうだからまあそういうスタイルになるわけですよ結局ねなるほどね、うん、あの動画見ててもさあの、うん、手だけとかじゃなくて腰自体もずっと水平を保つんだよね、うん、ああ ん膝の下の足の部分ここだけでなんかちょこまか歩いてるような感じですよね言ってみたら普通なんか体全体を使って足全体をこう屈伸させて歩くじゃないですか健康的な歩き方はねでもなんかこうまあ言ってみたら不健康な歩き方何かおかしな歩き方なわけですよね あのね動画はほかで見たことないもんね外国の動画でもねありますよっゃスタビウォークの動画っていやわかんないけどねないと思うんだけどまあプロの方々とか結構慣れてやってるんじゃないですかねそういうことをまあそうかもしれないけどあれをレビューはしてないですかそう解説してる人あんまりいないのかもしれないスタビウォークのレビューはすごいなと思った初めてっていうか見たことないからねあの 普通に歩いてる時から、うん、こう普通にさあってのねあ,<ー>あれがいやあんなになんかね評価もらったんだったら、うん、なんだろうもっとちゃんとやればよかったですねはいまず1っつって、うん、あ<ー>膝をちょっとこれぐらい曲げますとかってっ再生回数すごそうだもんねあれ。 なんかか良ったですねあれねやっぱそうでしょあれ見たことないからなんか結構適当に自分で自分をジンバルかなんかで映しながら「はい足こんな感じ」ってやったからちゃんともっとね手順をね まずええこんだけこうええ膝を曲げますって、うんその後こうしてこうしてってこう解説しながらやればよかった。ああそうだね。ある程度ところをまあ横あの三脚動りで横から撮ったけど、ちゃんと解説してやった方が良かったですね。ああそういう分解解説動画みたいな。あまああれね。だってメガネもま。 曇ってたぐらいさあれ良かったあれは演出ですいや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 あれはだって湿度がすごい高かったからうん。いやネタでそうやって聞いてるでしょ僕にメガネが曇ったのはあれもうほら車出た瞬間メガネ曇るっていうような湿度高い時あるじゃないですかまさにそれだったんですよその日はなるほど <laughs> 何遍試してももうほんと曇っちゃうんで、うんうん、ああ、うん、もういいかと、うんうん、そうそう気にしない,いそういうの <laughs> いやもう見てくれは別にどうでもいいんですよで確かに、うん、スタビウォークはね、うん、そう そうそうそう。どっちかって言ったらね、見てくれじゃないからね。見てくれじゃない。見てくれじゃない。いや見てくれかむしろかっこ悪い部分に入ってて。かっこ悪いやつかとかねあれ。そう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 。あれがさムーンウォークみたいのだったらかっこいいかもしれないけどさ。まあそれをでもなんかあの公然てやるのはなんかまたおかしいけどそれはそれで確かに。うん。何やあのカメラ持ちながらムーンウォークしてますよみたいな。そう。うん。だからあの焦点距離によってね。 あんまり上下動が目立たないような広角だったらそこまでで膝折る必要ないんすよほんのちょっとほんと5ンチとか軽く要はあのね曲げるその曲げ方っていう曲げる深さよりも結局ピンとこう突きんていうの伸びない伸びないことの方が大事なんですよねだから5ンチだけ気持ち5ンチだけ折ってくの字に本当もう浅いくの字にして。 5ンチだけ身長を落として5ンチ身長を落とした状態で歩くということそういうことでやればさっき言った昔見たっていう感じのやり方だとねもう露骨にこうを折ってるからあたかもんかほら身長が1 5ンチぐらい縮んだかのような感じで歩くじゃないですか。んあそう。 そんんなままででせずにとかあ上下度が多少いいような状況の時はもうほんと5ンチぐらいもうほんとほんとかに身長がこうね低くなってその状態でとことか歩いていくとなるほどいうイメージでも多分いいと思うんですよね僕はね。でもそれが通用しないのは焦点距離が50ミリとかそういうのになってくるとねああもうそのねあっさり歩き方だとねダメだなって 思いましたねちゃんとなんか昔ながらの深い感じでこういかにもな感じで座ってるんじゃないのこういう気持ちで透明な椅子こ座ってなんか歩いてんじゃないみたいなのそういう本格的な歩き方しないと50ミリとか超えてくると結構拾っちゃいますよね上下道だから50ミリで直線歩きするのは結構勇気いりますよああうんなるほどね 最近ねジンバルとか買われた方が例えばスマホ用のジンバルを買ってスマホ用のジンバルが動画の時は例えば焦点距離がね換算30ミリぐらいとするじゃないですか30ミリってったら僕らが普段使ってる15ミリとかと比べたらだいぶ焦点がね長くなるわけですよそうするとやっぱ50ミリまでいかないけどそれなりに上下度を拾っちゃうわけですね そうだよねそうで歩いてもスローだし走っても何かこうあんまりこうスピード出ないわけですようんだからまあ最初の初心者の人はそういうスマホ用ジンバルをこう手にしてなんかこう疾走感もないし上下動目立つしねうまくいかないなって思うのはそこなんですよねああそうそうだからやっぱりおすすめなのはやっぱ広角なんですよ歩いて撮りたいんだったらるほどねそう広角ですよ広角のレンズ買いましょうなんか もしくはにそういうスマホだったらこうレンズキャプみたいなあうんうんそういう後付けのやつあるでしょああワイコンみたいなのつけてねそれでやってもいいですよねそれでも随分違う多少変わるでしょうねうんまあそういうのもいいですしねうんそうまあ普通に歩くだけだったらそういうのがいいですよあんまり歩きないとねやっぱりなんか 例えば80ミリぐらいで直線でゆっくり歩いてたとほとんどスクロールしないからいやこんだけスクロールしないんだったらもう別に三脚でいいんじゃないのっていう気になってくるんですよ。こんだけ紅葉とかがねゆっくりしか動かないんだったら三脚でいいじゃんってそっちの方が高画質だよねって思っちゃうもうなんか表現のスタイルが変わわってくるけですよ趣旨がなるほん。 うん、そう歩き取りをしたい時っていうのはその奥行きをなんかこう表したりとかねなんかまたほらそうだよねジンバルっていうのは本当ディティールもそういう三脚ショットの代わりもなるけど、うん、でもそういうスタビウォークを使って。 直線歩きっていうのはちょっとまた違いますよね改造っていうのとは。このね細く長く続く道これをしばらく行った左に曲がってるこれ左曲がったらどうなるんだろうっていうねそういうなんか好奇心っていうのがねうまあ鑑賞者にもあってそれをとことこ歩いて映像にできるっていうのがまあ一つのね このスタミナの楽しみでもあるんでいや本当そうだよねだからまあせっかくねそういうこういうジンバル系買ったんだったら広角でそういうちょっとした歩き方を習得してもらってでんかこう綺麗なねカットを得てもらったらいいかなといいねうん スライダーショットもねそうそう最初はね多分そっちにはね目向かない人多いと思うんですよねまあねスライダーはねまずは歩くんだよねまずは僕なんかね最初ジンバルっていうかそういうえっとねネビュラ4000なのかその辺のやつ買った時はもうほんとねまっすぐ歩くというカメラワークしかしなかったですあ横に向けてうんんとかスライダー風にとかクレーン風にとか 旋回風にとかもう全くそういう引き出しなかったですねうん、うん、とにかく直線歩きだけ<ー>でもちろんね、うん、あのフォローモードで、うん、あっちはこっちはの遊びもやろうと思えばできたんですよだけどいやそれはもう邪道だってでもうその時はねそういう風に思ったのねそれもう邪道だと、うん、とにかくまっすぐ歩きだけをずっとやるんだと。 あのビリヤードでいうとね、うんうん、ひたすらこう、えー、センターショットっつってこう的球を先球をセンターに置いて台のセンターに置いてこうね白球をツーポイントのとこかこうずっとこうそれをひたすらこうストイックにやるかのごとくとにかくまっすぐにしか歩かなかった。それがやっぱ 男のロマンみたいなね。ロマンっていうか、うん、まあ、<laughs> 感じで、いや、当時は、そうでしょ <laughs> う。ん、いや、まあ、こういう。マニアックな沼をね。ま、うん、っすぐ歩くみたいな <laughs>、うん。ロマンは感じなかったけど、<laughs> あまあ、あの、そういう沼がすごい心地よかったんですよね。ああ。あ、いかにまっすぐこ。そう,そうそう。うん、直線す。 <が>そうそこでいわゆるそのほらフォローモードであっちはこっちはに逃げなかったんである意味その直進ばっかりやってたからスタビウォークっていうのがうん家帰ってからねあなんか歩き方下手くそことか,なんか人が見てたからこれ人に見られた瞬間あスタビ歩きじゃなくてこれは上下にアップダウンしてるよねってメンタルが出るわけですよやっぱり歩き方にね。 でいろいろこう反省しながら多分自分の歩き方っていうのはできたと思うんですよ。だからもう最初のうちはもうねまっすぐ歩きしかしてなかったですわ。走るってことはそうしなかったね。うん当特殊なショットだと思ってるんだよ走り走り取りっていうのは。そうね。インパクトも強いからね。なんか テーマを決めて、取りたい時とか、まあ、難しいしね、こう走り取りのこう。だから、うん、まあ、そう、そういう体を張らなくても。うん。うあ。なんかね、もう年だしさ、走ってる途中なんか、こう心臓止まって死んでも嫌じゃないですか。確かに。ジンバルなんか持ちながら。ジンバル持ちながら。うん、まあ、確かにね。 し <laughs> ならそうだけどねなかなかいや。なんかさ普段ささ <laughs> そういうジョギングとかね ランニングやってる人だったらまだしもさ準備運動もせずにですよプール入るときだってみんな必ずラジオ体操みたいにやるじゃないですかそういうやつもやらずにいきなりフルマックスで40過ぎのおっさんがダッシュするわけですよ危ないと思うんですよ僕はね心臓にもなんかよくないと思ってだから広角レンズが欲しいっていうのはもう疲れなくてもいいようにっていうねああなるほど。 スタ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 ってこうあの飛ばないいわゆるジャンプしないつまり走らない早歩きスタビ早歩きうんなるほどねそういうのももしかしたら十分スピード出るかもね十分スピード出ますよパースがついちゃうからねそこはそこでちょっと問題なんですけどねああ 遠道がもうめっちゃ細くなって見えない遠くが。で近くが巨大すぎて道幅福音がねもう向こう側がすぼまりすぎちゃってというんか変なデフォルメの表現になるんでそう遠くを見せたい時遠くにんだろうな遠くに自分の 見せたいテーマがある時は広角レンズあんまり向いいてなねちょっと1 0メルぐらい離れたところになんかこうレトロな郵便ポストがありましたとそこに近づいていくような映像を撮りたいとよっぽど近づいてったらそれは迫ってくるけどだけどとことこ 10m 先の郵便ポストを多分ねめがけて歩いてても。 ポツンとしか遠くにポツンとしかその郵便ポスト赤いのにないから全然もう際立たない広角はそれよりも別にどうでもいいような左とか右の茶色い壁ばっかりが画面全体を占有していて近いところばっかりがシャーシャー動いて遠くのポツンと赤いポストレトロなポストっていうのはものすごくちっちゃく見えると。 でどんどん迫ってきて1ルこうね切ってきたぐらいに急にぐわっと迫ってきてで終わる赤くなって終わるみたいなねそれが広角レンズですわへえ5 0ミリとかになってくるとパースがある程度人間の視覚に近くなってくるんでそしたらまあ自然な感じでポストが近づいてきたなという映像があそういうのもあるから使いどころっていうのがやっぱありますよね何を見せたいのか どの部分疾走感って言うけどじゃあどういう被写体を動的に動かしたいのかっていうところなるほどだから僕ほら円形で遠いところの巨大物体って言うじゃないですかそうですねあれは動かないから富士山なんかいいですよね富士山。 富士山富士山なんかもう巨大物体の極みじゃないですかあれなんかね富士見要はあそこの辺の近くのところ行って富士山をビタ止めして歩くでも走るでもいいんだけどでなんだひまわり畑がぶわっとこう動いてる富士山は遠くの方で動かないみたいなねそういうのができるじゃないですか。そうううでですすねあああいのはも価値がるんよ 走ってもメリハリがついて富士山はビタ止まりひまわり畑はブワーッと動いてるとバーじゃなくていいんだけどね別にね違うもんねでもねバーッと動いてるとねそういう絵も撮りたいもんねうんうんそう宮下さんはねすごい走り取り系気がすごい高い人だと思いますよあそうですかなないいううに注意しとん いつかもうジンバル持ってこけますよ。いや本当ですよ。そう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 。気をつけないと本当に今んとここけてないけど。でもあれだな。ねしさんは普段あのボクシングやって体強いから。うん。うん。もう体ねあの屈強なあのだから大丈夫ですよねきっとね。あでもカメラが。あカメラがね。あ体は良くても。そう体がくてもね。かカメラが壊れちゃったらまずいんでね。あそっかそっか。転ばないようにしないと。うん。 危ないもんねね本当にそうだなそう考えるとさんは頼もしいよねボクシングやって体鍛えてるからまあね普通の一般の人でもまあでも走りっていうかボクシングっていうねジャンルに限定されてるところあるかもしれないけどまあでも嫌いじゃないかもしれないですねそういう分野はね。 なんかアクションジンバルみたいなね憧れはありますねやっぱりね。そうですねね映像も広がるし結局だからやっぱりほらなんかねスライダーショットとかまあいろいろクレーンショットとかまあいろいろあるようにいろんなショットって大事だなってね本当にね。 僕も宮下さんもまあ本当にまだね長い長期スパンで見たらまだ2人とも駆け出しでまあみんなそうなわけですよそのジンバルっていうものをねみんなやっぱり分かんないわけですよ使い方が、うんうんうん、まだね、うん、10年とかやってるわけじゃないです、ね、そう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 、うん、歴史も浅いからね分かんないですよまあみんな一緒なんですよね、うん、まあいろいろ言ってもまあみんな一緒同じようなレベルなんですよでまあ同じレベルとして引き出しがね、うん うんまあ、例えばそのショットの数がショットの数に応じてスライダークレーンとかいろいろあってね1234って10個ぐらいあるとするじゃないですかその10個の引き出しのうちの1個が、まあ、その走りの走ってる映像なんですよねきっと。で、うん、まあその10番目の引き出しばっかりをこう開けたり閉めたり開けたり閉めたりってこうやってるのもちょっとあれなんで 1>,、うんうん、だ1番か9番までのの他にも引き出しあるんだから、うん、こっちの方もうちょっと使ってやったらって。 いざっていう時に引き引き出せなくなるよってなるほどうんいうことなんですよねうんそこはとそのショットのバリエーションは本当にねああのなんかやっぱ技術をねいや今勉強してますけどね自分もはいうんうんそうクレーンショットもかっこいいじゃないですかねジンバルがあればできるんだからできるできるうんできますちょっと前まではだってそういうそういうでっかい道具がないとできなかったんだから。 ロックモードでさ下から上にふーってやったりする下つってもねもう地面スレスレアスファルト土スレスレのところから草とかが生えてるところレンズも草にビタビタ付けでさそっからふわって上がっていくそうそういうショットとかね やっぱりジンバルはね本当に深いっすよ。うん。まだなんていうのかなんか深さもね分かんないぐらいなんていうのかなもう奥深いと思うね。うん。そう。だからまあ何も体系立てられていないし、このジンバルのノウハウっていうのはね。まだね。そうだから僕らだけじゃなくてみんな初心者なんですよね。そのジンバルの扱い方については。って思ってる僕は。 まあね10年やってる人はまだねいないいないそんなんだかんださやっぱり年ぐ体系立てたりとか教科書があったりとかさ専門書があってこの電動のねスタビのこういうショットがありますとかっていうのは昔のアナログではあったかもしれないけど今これ電動になってからっていうのはほんとごく浅いからみんなスタート地点ですわそうだよまだね。 すごいいろんな可能性を感じるわけですよ。その可能性の探求がやっぱ楽しいわけですよね。そうだね走りだけじゃなくて。よっちゃんがほら前言ってた集団の若者を取ってたスライダーあれ名前つけたんだよね俺ね。旋回の歩きのスライダージョグショットっていう名前を付けた難しい名前付けましたねああいうのね。 あれですよ。すごく視覚効果があるんですよ。いやあるある。うん。だって、うん、とかね他にもあったんですよ。あのあの映像の中にね、うん、ポント町って書いたポンと町の入り口があったんですよ。うん、であれもスタスタ歩きながら、うん、うん、こうスーッとこう回転格かえでのね、うん、パンニングしてるんですよ。うん、そしたらポンと町の看板は。 ピタッとほぼ止まってて、うん、で遠近感の関係でポント長っていうのは細い道がずっと奥まで続いてるのね、うん、その奥に続いてる道がぐにゃーっと蛇行するんですよ一瞬<ー>、うん、あの僕のあの柳の動画のねポント長の動画を見てもらったら分かるけど、うん、一瞬だけポント長が映ってるんですよで看板は止まってんのに<ー>その先にあるなんかこう細い道がぐにゃーっとこう左から右ぐわっと動くんですよ あの見る視点の角角度の差というか角度が違うからね。うん歩いてるから。不思議な感じがそこだけ見るとね。あそうだよね。うん。でそういうのも撮ってる時はまあね惰性でやったんですけど、家帰って見たらあ面白いなと。うんうんうん。いう発見があるわけですよね。うんうんうん。そうだね。まあその時にあなんかこんなねもう10年前じゃこんなショットはまあまず まあ存在しなかったなと、いうこと思うわけですね。そう。だから面白い。面白いね。切り開くという意味でね。うん。皆さんさん今すげえハマってるから僕以上にね、情熱が強いから。うんよっちゃんなんかいろんなね新しいちょっとなんかちょっと開発したよって名前もつけたよって。そうそうそうで僕に多分言ってくる日が多分もう。 あの遠くないと思いますようん。そうですねうもよっちゃん知らないでしょってうん。いやこれは参ったねってよっちゃんすごいこれ参ったねってどうやってやったのっていやそれはねちょっと秘密っていやほんとそうだねそういういろんなショットの可能性があるねうんだらねうん でもそうやってさ映像とか被写体を見ると面白いしねうんそうだよねうん楽しい楽しいうん当だよ深いよほんこれはねん。やっぱ大人がねハマる理由はあるよねこの世界にもねうんそうですねうんうん ちょっとねなかなかねうんそのまあ物の売買とかまあちょっと子供が風邪ひいたりとかねそういうのがあってねちょっとね取りに行けなかったんですこの休みもねああでこの週末も多分ね天体も無理だしビデオも無理だと思うんですよああそうですかちょっとねあのまあ多分ねこの僕のね咳というか風邪 ここから始まって家の中が風でねまん延して赤ちゃんとかにもうつったりとかいろいろねちょっとなんか家で対応せなあかんことがあってなかなかあれですわ今ねこうやって宮下さんとはねお話しさせてもらってるんですけど例えばツイッター全然つぶやいてないつぶやいてないしタイムラインも見てないし周りの人がどういう動きをしてんのか全く分 全くわからない今でもタイムラインもブワっといっぱい出てたまに開いた時にうっとしいからだからもうほぼミュートしてるミュートだから今活用できてないんですよ。で申し訳ないからブワってタイムラインになってるのだから見れてないですわ。 世の中の動きも分かんないしだから今日雪降ったらしいじゃないですかそちらでそれも知らないです僕ああすごい寒くてしょうがないですうんそうだからちょっと今そんな時期なんでこの三好さんと接してお話させてもらうで天文は天文で別の仲間がいてこう天文トークってやってるんだけどもうその二つだけが僕の唯一の趣味の人と接するインターフェースですわ うんだけどねそういうのもあるんでちょっとあの撮れなかったりする週末とかねっていうのがあるんですけど話はいろいろ聞かせてもらうんでちょっとね僕頑張って撮影コツコツやってますから。聞きたいのはやっぱり っちゃんて新しいショット開発したよってああいいっすね知りたいよちゃんって教えてくださいよってこれ見てみてってすごいえこれはちょっと僕やったことないですよってえどうやってやったんですかっていやそれで秘密だよって秘密だよってうん考えてみてでねちょっとねあれですねあの 編み出したいですね。そうそうそう。日頃なんかいろいろこうね頭の中で思いをねこう巡らしてねあじゃないこうじゃないって。うんそこからなんか生まれるかもしれないね。そうだね。じゃあ僕らに解説してくださいよ。そうですね頑張ります。ドヤ顔で解説してください。そうですね。ね新しいのできたからさ。うんそうそうそう。 名前もんかしっかりさ難しい小難しい名前つけたさ浸透しないような小難しい名前つけたさそうそうそうんかありますよでも多分なんかあるよ絶対あるよ絶対全然できってないと思うからできってないと思うそうだよねできってないできってないと思うよ 電動ジンバルとの組み合わせでねそうだねあるあるちょっとそれはなんか発掘してくださいよ発掘してね豊かな映像を目指してそうですねやりたいですねはいわかりましたもうんか咳もなかなか治んないでねでもだいぶ良くなったねですかねいやもうずっと咳をこらえて喋ってるんでああ大変だねそれ。 まあ明日でまた週末になるんでねそちらはちょっといい結果をねちょっと難しそうかなって感じまあいろいろと追われてるんでそううん当はねいろいろとこう何あのフェイスブックはね天体写真の方やってるんだけど例えばツイッターとかねそっちの方もやっていきたいんだけど。 もうちょっと残念ながら今そっちはもう全然っていう感じなんでもうしゃあないですよね生活の方が優先なんでもう当にうにそうあれもこれもできないからね僕ねそうほ本当ね不器用だからあっちもやりこっちもやりうん難しいそうですねはいそんなところにしておきましょうかね はいうん、いいですか大丈夫ですかなんか言い足りないことありますかいやあのとりあえずやっぱショットをねそうですねうん、うん、そこはちょっと研究成果をまた見せてください、うん、僕にねそうそうあと広角レンズとかねそういうのも考えていかなきゃいけないああですね,ですね,ねうん、うん あ、はあ、わかりました。はい、うん、じゃあ、え今日ちょうどね、一、はい、時間喋ったということでね。はい。そうですね。ねはい。あの、ありがとうございました。また、はい、はい、近々よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、それじゃあ、失礼します、はい。はい、失礼します。おや、はい、すみなさい。おやすみなさい。はい